フィンランドヘルシンキ軍事博物館に展示されている3.7センチメートルパック363.7センチメートルパック36とは、1936年にラインメタル社が設計し、第二次世界大戦でドイツ陸軍が使用した対戦車砲である。初期の木製スポーク型、天輪の型と合わせ、パック35、36とも呼ばれる。 パック36は開発当時の対戦車砲としては、ごく標準的な性能を有しており、戦車砲仕様の 3.7cm KWK36 は初期型の3 e 戦車の手法として使用された。第一次世界大戦後、重火器の保有は、ベルサイユ条約により禁止されていたが、ラパルの条約により開発や試験は秘密裏に、ソ連国内で行われており、 1928年末には 3.7cm タク28リットル45の名で部隊配備が始まり輸出専用型 37mm タク29も作られ外国に販売された。またドイツ最軍備宣言以前に赤軍の装備としても M1930 の名で採用されている。同国が設計した 19K、53K、 M-42 の3種類の 45mm 対戦車砲も 1K の拡大発展型であり、パック36の派生型とも言えるものである。同年に勃発したスペイン内戦において、ドイツはフランシスコ・フランコ率いる反乱軍の支援を目的に、義勇兵の名目で派遣したコンドル軍団に実戦評価試験を兼ねてこの砲を装備。人民戦線政府軍が、 ソビエト連邦から供与された T-26 系戦車や BT-5、快速戦車などに対して使用され、距離700から800メートルからの射撃でこれらを仕留めることができた。1939年9月のポーランド侵攻においてもポーランド軍の TKS 豆戦車や 7TP k 戦車を迎え撃ったが、1940年の フランス侵攻において早くも、性能上の限界に突き当たり始めた。SD-KFZ-251 に搭載された、小型棒立て付きのパック36。対戦車用として、無力となった後でも、機銃剤やトーチカの銃眼を狙撃して潰す等の、使い道があった。フランス軍のソミュア S-35 機兵戦車や、ルノー B 一重戦車、イギリス軍のマチルダアイ、 マチルダ2不評戦車には至近距離から側面や背面を狙わないと立ち打ちできなかった。特にアラスの戦いにおいてはイギリス軍のマチルダ2戦車部隊の進撃を止めることができず一時はベルギー付近に集結させた英仏軍主力部隊の包囲網を突破される危険すらあった。この場は 88mm 高射砲の水平射撃によって マチルダ2を撃破し危機を脱したが、この時の集大からパック36にはヒリサンクロプゲロテの別称がつき、パックとはパンゼロブウェアキャノンではなくパンツァーンクロプコノンの頭文字だとのジョークも生まれた。フランス戦終結後のドイツ国防軍は、より大口径の5センチメートルパック38の配備を開始した。パック38の生産開始後、 パック36向けに、タングステシン入りの新型鉄鋼弾、PZGR-40 が開発され供給されたが、1941年のバルバロスサ作戦で、ソビエト連邦への侵攻を開始したドイツ軍は、新型の T-34 中戦車やキロボルト -1 重戦車と相まみえた。その結果、パック36では、至近距離であっても、 どの方向から何十発も命中弾を与えても貫通させるのが困難であると判明した。ドイツ側の記録によると、車体側面後部が地面の傾斜で垂直になったところを狙う、車体前方基銃の銃眼や操縦使用ハッチのペリスコープといった小さな急所をピンポイントで狙うといった手段を取る他に格座させるチャンスはなかったという。また、六角した。 p z g r 4 0を用いてのソ連軍による対談主権では T-34 の車体側面下部対し、命中角0度で400メートル以内、砲塔側面で150メートル以内で貫通可能であったと記録されている。しかし後継である PAC-38 の配備は不十分であり、さらなる新型の7.5センチメートル PAC-40 の 配備が始まる1942年までは第一戦の対戦車部隊で使用されていた。パック36用のスルグラニット41ヒート弾。方向に差し込んで発射する。1943年には方向装着式のヒート弾、スルグラニット41が実用化され走行間鉄力は回復した。しかし有効射程距離は300メートル程度とされて、いたが、 初速や命中精度の点から実質100メートル程度に過ぎず、さらに移動目標に命中させるのは難しかったという。それでも、警員車両に頼らず人力で、陣地転換できる軽量さを買われて、空軍の高下量兵をはじめとする、軽風評部隊が運用していた。警員には、KFZ69 クルッププロッツェ1トン、ハーフトラック、 KFZ-12 ホルヒ901、欠点クラート等の小型トラックや、大型乗用車、搬送機車が用いられ、現地改造で牽引砲を搭載し、自走砲化したものもあった。このほか走行兵員輸送車である SD-KFZ-250 や SD-KFZ-251 の招待庁舎の武装として、搭載されたり、露角した。 ユニバーサルキャリアやルノーウェといった小型走行車両に搭載した自走砲も作られている。フィンランドやハンガリー、ルーマニア、スロバキアに軍事援助として供与されたが、独祖戦においては序盤でしか使い物にならなかった。これ以外にも中毒合作によって、小介石率いる国民革命軍にも少数が輸出されており、日中戦争初期の体現作戦で使用され、 創世期の日本陸軍機構部隊を率いた、百武春吉隊など、独立混成第一旅団戦車第四大隊の4人の、中隊長のうち2人が、戦死、1人が重傷を負うという大損害を与えた。その後の武漢作戦では、山砲兵、第27連隊の96式15センチメートル榴弾砲に、制圧されている。これを露格した日本軍は、 らしき 37mm 対戦車砲の名をつけて、現地部隊で運用したほか、後の日本軍の火砲開発における技術サンプルになった。ありがとうございます。